あー寒い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 、風強えわ今日、風強え。今日は三宮に来たんやけど、ムーニーがルナシーのコンサートに行ったらしくて、ルナシープライベートのことバレるねか。いやいや全然バレへんよな。いやいやいや、なんでここで言うねん。え、なんでここで言うねん。シカゴあるだって、シカゴ、ね、シカゴ ピザやろ。ただの道で言うことちゃうやろ。神戸にもファミリーマートがあるってことなんだよね。いや、どこにでもあるわ。俺の地元にもあるわ。ほら、ここを見てほしいんですよマイモバイルの上にソフトバンクが一緒になってるってことなんだよわかる？鬱陶しいわだいぶ鬱陶しいわ。どうしようかな、立ってこかな。何が？え？何のために？あのほら、受験票のやつ。受験票のやつ、立っとこかな。別に受験せえへんやん。あ、俺のバイク、こんなことになってる俺のバイクやって。どういうことや、仕事増やすやつやで、ほんま。今日何分遅刻したんだっけ。30分、35分ぐらい。で、いまだにその態度なんだっけ突っ込むんが俺の仕事やないか。全然謝られてないけどな2回 LINE したけど、ごめん、すまんって。いや、なんか、ちゃんと、面と、いや、ごめんって言うてん、言うてん。面と向き合ってほしいわ。面と向き合って、面と向かってやろ。いや、面、いやだから面、面と。面とって何やねん。面、ヌードル。ヌードルと向き合ってほしい。面と向き合う麺に向かって謝るってこと。麺に向かって、だからそういうこと。面白い階段の登り方グランプリ。どういうことや。じゃあ名前言っておくわ。バンマイくれ、俺が。くれ。うん。柿谷吉田サムエル。はい、これ。はい、柿谷吉田サムエル。はい、柿谷吉田サムエル。こいつかも。ロドリゲス。これ。ノーズ。ハギシ。ハギシ。パンク三昧。あだ名やないかも。ジーンズメイト。メガネスーパー新宿歌舞伎町店。新宿。激しい。ロドリゲスの兄、モンテネグロ市長。なんでさっきおったやん同じ子またモンテネグロ。バッファローソルジャー。ヨアネス体育、東京大学専門学校バーバラ2号店なんかお店とかの名前になってんフランチャイズの森ゼルダの、ゼルダの終わり。アンパンマンミュージアム行きたいわ。俺は好きやかな。行ってきたらええやん。アンパンマンの何が好きなの、キャラクターでいうと。まあ、やっぱだからアンパンマンが敵にやられてバサコさんが持ってくるところな。だからリュックに最初から入れてたらいいよ、スペアを。ああ潰れるやん。え？リュックに入れたら。いやだけなんだ、あれ買ったらいいの。それに圧縮袋買ったらいいの。圧縮袋入れて。ぺっちゃんこになるやん。出来たてやから強いの。大変なんで、いちいちアンパンマンのところまで行くのが毎回毎回。
大変なんだよ、なんか自分がやってるみたいな感じになってる。なんかバイキンマンもなんかあんな遠くに飛ばしてもすぐまだ元気になってくるしな、翌週には。まあ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 、アニメ続けなあかんからな。ある程度の重傷やらんと。いや、それ子供のアニメやからそれができへんの。それポーンって殴って飛んでって終わりやん。あんなんで軽傷で済むわけだね。まあまあまあ、そらな、うん、まあな、納得いかねえだろうけど、アンパンマン。でもアンパンマンミュージアム行きてんやん。めっちゃ好き。どういうことやん。はーい、明日あったよね。あ、ちょっと今 YouTube 見てました。誰見たの。こんな撮り方してるやつ俺らぐらいしかおらへん。三脚袋もかぶったまま持ってるから。3人に1人しかいねえわ。おるやん、めっちゃ3割やわ。こっちはやっぱ持ちやすいっちゃ持ちやすい。重くないねんって。重たいけど。いや、手が、手は重くないわ、自分のもんやから。あ、そうなん。いやいや、そうや、骨で繋がってる。前違うこと言ってたよ。前違うこと言ってた。いや、なんかツタヤで借りてきた的なこと言ってた。何をやんの。いや、ツタヤで借りられへんやろ、そう。え、新作どんなやつやん。新作って何の話か分からん。怒りっぽいな。突っ込んどん。足りてねえんか。何が足りてねえんだろ。何がやねん。カルシウムか。いやいや、カルシウム足りてねえんだろ。何が足りてないねん。そっちの文章が足りてないわ。気持ち悪い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 。